でっかいですね、これね。ちょっと取り出しようかしらね、これ。いや、これえらいでっかい。まあ通常僕が見てるのこのサイズなんですね。ほら、こんなに大きさが違う。これ何でしょうかって話ですね。これ答えはミツバアケビって言います。通常アケビは5枚御用アケビ、それをアケビという正式名になってまして、別名は御用とか、これはミツバアケビという一つの、種類になりますね。で、これ薬は木通、木を通すという植物なんですけども、まあ、これ皆さん知っているように、アケビはアケビ汁にして、カゴを作ったり、アケビの実をなんか食べたりしますけども、まあ、両方、ミツバも、御用も両方食べるというふうになる一方、薬としても木通って言って、利尿剤になったり、いろいろ効能があるということは知られています。あと春先、このミツバアケもアケビ、アケビの仲間を天ぷらにすると非常に美味しいので、まあ、とても好きな植物ですね。裏側はこんな感じになっているので、まあ、文様はあまりはっきり特徴があるわけじゃないけど、まあ、挙手は少ないですね。こんな形になる。で、一方今日はご紹介できないんですけども、ムベという植物があって、ムベは同じアケビ科の植物で、ムベは昔ちょっと僕化粧品の関係で仕事してた時に、まあ、これも特許性があって取らせていただいたんですけど、これは、なんていうのかな、私たちの、シワとかそういうのを改善していくっていう成分を持っているっていうことが分かってきて、耐熱っていう評価をしたことあるんですけども、まあ、そういったものが、ムベの中にあって、違いはアケビはパカッとこう割れます。ミツバもいつ御用もね。で、ムベはこういうふうに開いたまま、閉じたまま軸が、軸していくので大きな違いがあるんですね。で、そのムベは開いてあげて中の種を取ってあると、それは甘くて美味しいので、それを裏ごししてこの皮の中に、肉を、おからとか肉を詰めてもう一回閉じて、フライ、フライして、衣をつけて揚げたものを切って、まあ、そういうの美容食品というんですけど、そうやって食べるやり方があります。まあ、いろいろアケビの仲間っていうのは、まあ、食べ方いろいろ、そして美容健康にっていうふうによく言われています。答え限ります。黒文字って言います。